雷に打たれて死ねば面白かった。5分の遅刻だ。殴られたついでだ。あ、ないゴミがゾロゾロとちゃっちゃと陰鬱なる汚辱か。中島敦君、誰のお墓か分かっているのかい？なぜそう思う？これがお墓参りしてるように見える。なぜわかる？わかる。もだったら一緒に死んでるよ。なんか言った？ああ、いえ、別に。人を殺していたかもしれないね。今日は何に乾杯する？リンゴ自殺って知ってるかい？そう、リンゴ自殺。その回答はさすがの私も。説明しておくと、毒リンゴを食べ、彼女は自殺じゃない。そう、ひょっとして白雪姫は自殺かもしれない。絶望だよ。母に毒を。いや、もっと得たい。そいつは人にリンゴ自殺させる。ああ、素敵。暗号は来ないよ。小田作、君の言うことは生きていくのに。仕事？この横浜に呼び込んだのはあなたですね。私を捕らえられると思っているのかい？そんなものを見て退屈？私の真意がわからない。君に協力しているのか、利用し、彼が裏切る可能性が一番高いと思う。我々3人の誰が勝ち残ってよくもまあにゃー。本当に友達がいたらそんな。ああ、計画通りだ。まったく奴に疑われずに潜り込むのはね。君と組むのは不本意だが、この2つでコレクションをすべて吸収。あれに触れて消し去れば鍵は閉め。ここで裏切りか。それで毒か。太宰君の異能を手に入れても、死してなおこの町の終末を。太宰のポンツクはあのな、間違いねえ。私を信じておじょく。信じてたさ。霧がまだ消えていないようだ。ごめん、こうむりたい。また？ああ、おそらくこれからだ。ここまでは読んでいた。敦君、今回私がそんなことをするいい人間にまあいい。退屈と孤独を埋められたのならいい。これで本当に良かったの？みんなと町を守れたことを誇りに思うし、当然さ。だろ？